アメリカのドラッグストア大手ボルグリーンズブーツアライアンスの12月から2月期の決算は1年前と比べ増収増益で1。株利益は市場予想を上回りました。また、今年8月末までに店舗内の薬局で実施する新型コロナワクチンの接種が最大3、400万回に達するとして、通期の1株利益の見通しを引き上げました。 株価は3.6%の大幅な上昇となりました。